改めまして皆さんこんばんは。本日は第48回トヨタロビーコンサート in 紀尾井ホール特別編にご来場いただき誠にありがとうございます。私は本日司会を務めますトヨタ自動車社会貢献推進部の内田恭子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はパイオニア様のご協力を得てボディソニック席を設けております。ボディソニックは音を振動に変える体感音響システムを使い、聴覚障害のある方にも音楽を楽しんでいただけるシートです。また本日は2名の手話通訳の方にもお越しいただいて、モニターを通して聴覚障害の方にお届けいたします。それでは手話通訳の2名の方をご紹介したいと思います。手話通訳の中野さよ子さんと武田美幸さんです。どうぞよろしくお願いいたします。トヨタロビーコンサートは近隣の皆様に気軽に音楽を楽しんでいただくことを目的に1995年から開催し、本日で48回目を迎えました。いつものトヨタ自動車東京本社1階ロビーを飛び出して、今回はソーシャルディスタンスが確保できるここ紀尾井ホールでの特別開催です。コンサートが終わった後に楽しかったねと皆さんにおっしゃっていただけるような、元気の出る今後の活力につながるようなコンサートを目指しております。本日入り口で皆様をお迎えしましたスタッフや、私が今着用しているこの T シャツですが、とてもカラフルで元気の出る色合いになっております。こちらの T シャツのデザインはエイブルアートといって、障害のあるアーティストが描いた絵を商品化したものです。皆様に入り口でお配りしました袋の中に入っておりますミニタオル、エコバッグ、クリアファイルもエイブルアートによるものです。詳しくは同封されている説明書きを後ほどお読みいただければと思います。それではコンサートをスタートいたしましょう。本日の講演の副題は、打楽器の面白いが詰まった玉手箱です。どんな玉手箱が開かれるか楽しみです。早速アーティストの皆様をお呼びしたいと思います。パーカッションパフォーマンスプレイヤーズ、略して PPP の皆さんです。皆さんどうぞ拍手でお迎えください。
皆様こんばんは。ようこそトヨタロビーコンサートお越しくださいました。私たちパーカッションパフォーマンスプレイヤーズ、略して PPP という打楽器のパフォーマンスグループです。今日は皆さんに見て聞いて参加をしてもらいながら一緒に楽しいコンサートを作り上げてほしいなと思っています。最後までどうぞよろしくお願いいたします。早速ではありますが、私たち自己紹介少しさせていただきます。私たちは同じ音楽大学で打楽器を学んだ仲間で、2004年に結成をして今年で17年目を迎えています。さまざまな活動をさせていただいておりますが、学校公演たくさん行っています。全国の学校を回りながら、年間100公演近くさせていただいておりますが、去年はコロナの影響もありまして激減しました。今年そして来年、もっともっとたくさんの子どもたちに笑顔になってもらうべくコンサートを開催できたらなと思っています。学校公演の他にもこのようなイベントやお祭り、メディア関係などいろんなところで活動させていただいております。また見かける機会があるかもしれません。今回を機に PPP ぜひ覚えてください。 PPP には5名のご正派メンバーが揃っていますので、ここでメンバー紹介もさせていただきます。まず最初、私 PPP のリーダーを務めております。そして今回 MC を担当します、レッドの本田優香と言います。リーダーで覚えてください。よろしくお願いいたします。女性のメンバーから紹介します。 PPP のピンク担当、最年少メンバーです、イケメン女子、牧野かなえ、マッキー。3人のイケメンたちを紹介しましょう。まず最初は爽やかなグリーンイケメン代表でございます、木村なるお、なるちゃん。かわいい。それではお調子者のイエロー担当でございます、鈴木和則、スーさん。最後のメンバー、 PPP の中で一番足が長いメンバーでございます、ブルー担当の秋葉和弘、あっちゃん。おすごい。お気に入りのメンバーが見つかりましたら、どうぞどうぞ、声をかけることはできませんが、手を振ったりアプローチしてもらえるとメンバーお喜びしますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまず1曲聴いていただきましたが、マーチングスネアドラムを使ってブルファイト聴いていただきました。次の曲はマーチングスネアドラムに加えまして、バスドラム、ドラムセット、シンバルが登場します。私たちはいろんなパフォーマンスをしながら演奏しています。すごいな、かっこいいな、技が決まったなって思った時には、曲の途中でも構わないので盛大な拍手をいただけるともっと盛り上がるかなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。それでは私たちのグループ名がタイトルに入ったエンジョイ PPP、 そしてシンバルソング2曲お聴きください。
さんの手拍子や拍手ありがとうございます。エンジョイ PPP、 そして新丸ソング2曲聴いていただきました。さて、ここで今回ウェブから応募いただきましたお客様より、このコロナ禍でこんな工夫をしたら楽しかった、こんなことをしたら元気が出た、また医療従事者の方や発表の機会が少なくなってしまったアーティストに向けたメッセージいただいております。少しご紹介させていただきます。こんな工夫をしたら楽しかった。ベランダで朝ごはん、寒かったけれど楽しかった。ニックネームソニッコさん、おしゃれな朝食ですね。今まで見たことがなかった YouTube を見るようになって、すっかりハマってしまいました。主に中国語の勉強をしています。ニックネームイコタンさん、落ち着いたら中国へ行きたいですね。そしてこんなことをしたら元気が出た。朝散歩を始めました。1時間ほど歩くと頭の中がすっきりしたり、体の中からリズムが湧いてくるような感じになります。ニックネームプーズーさん、太陽の下で体を動かすのがやっぱり体と心の健康につながるのではないかなと思います。そして映画を見たり音楽を聴いたりして元気が湧いてきた。ニックネームローズさん、私も映画が大好きなので、このコロナ禍でたくさんの映画を見て元気をいただいておりました。はい、続きまして、医療従事者の方や発表の機会が少なくなってしまったアーティストに向けたメッセージ、医療関係の方、アーティストの方、あなたたちのおかげで私たちも元気に生きていけます。ありがとうございます。ニックネームひよりちゃん、久々のロビコンのご案内で元気が出ました。パフォーマンスを楽しみにしています。ありがとうございます。コロナ禍で音楽で元気になれる、そういう場を作ってくださることに感謝です。はい、ありがとうございます。やはりこのコロナの、コロナの中で一番大変だったのは医療従事者の方かなと思います。ご自身の命さえ気が気でない中、ご尽力いただきました、医療従事者の方々には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。他にもたくさんのメッセージをいただきました。皆様からいただきましたメッセージはプログラムの中に挟んであります、こちらの紙、こちらでご紹介しておりますので、後ほどご覧ください。また私たち PPP もコロナの中で影響を受けていますが、何をして過ごしていたのかちょっとご案内しようかなと思っています。東京都のアートにエールをという事業を応募いたしました。リモートミーティングを重ねまして、それぞれ自宅で撮影や録音、行いまして、一つの作品を作らせていただきました。また神奈川県の医療従事者の方へ応援動画の事業がありました。こちらは5人で集まってメッセージや演奏の撮影をさせて応募させていただきました。この2つの事業はですね、私たちの YouTube チャンネルでもご視聴ができますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけたら嬉しいです。またこの機会にですね、手書きの譜面を使っていたんですが、デジタル化いたしました。また支援事業、支援金の申請をたくさん行って過ごさせていただいておりました。そんなこんなで6ヶ月7ヶ月が過ぎてしまったんですが、久しぶりに公演ができたのは昨年の10月、この時ですね、子どもたちもたくさんの学校行事がなくなって、なんとか音楽鑑賞会だけでもという学校さんがいくつかありまして、伺うことができました。やはり子どもたちもストレスが溜まっておりまして、気性が荒くなった子、落ち着きがなくなってしまった子がいますということを先生から伺っていたんですが、公演が始まってしまうとですね、そんなこと、そんな心配一切なく、私たちの演奏を目をキラキラ輝かせながら見て、たまにお友達とこう目を合わせてニコッとする微笑ましい光景を見ることもできました。マスク越しでもね、その、気持ちが伝わってきて本当に嬉しい、嬉しく思いました。やっぱり音楽の力って本当にすごいんだなって私たちは確信を持って行っています。その中でもやっぱり生の演奏、コンサート、人と人が目を見つめ合って伝えて、そして感じてもらう、そんな感じが私は音楽の強さが一番発揮できる時なのかなと感じております。
演奏者である私たちはやっぱりお客さんの顔を見ながら演奏することがやっぱり一番大好きです。今回トヨタさんがこのロビーコンサートを中止することなく、さまざまな工夫の中で開催してくださったこと、この場を借りて御礼申し上げます。本当にありがとうございます。また、皆様におかれましても感染対策を言えなくなってきた緊張してきた感染対策をしながら、足を運んでくださり本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。やっぱり私たちは皆さんに笑顔をお届けしようと面白いことをいっぱい考えながら演奏していますので、今日は皆様がご帰宅される頃には元気になった、笑顔がいっぱいできてきたよって言って書いていただきたいので、最後まで、一生懸命努めます。よろしくお願いいたします。それではありがとうございます長くなりましたが続いての曲、そんな笑顔のいっぱいの曲をお届けしようかと思います。シロフォンを使って道化師のギャロップ。ありがとうございます。道化師のギャロップでした。小物楽器出てましたね。スーさんが使っていたのはウォッシュボードという楽器でした。なるちゃんが使っていたのは小さなタンバリン、ミニタンバリン、そして2人が途中で使ってましたね、カラフルな筒型の楽器、あの楽器はドレミパイプという楽器です。長さが長いと低い音、短くなるにつれてどんどん高くなる単純な仕組みの楽器です。先ほどは4本のドレミパイプ、出てきてましたが、続いてはたくさんのパイプが出てきます。見せてください。じゃじゃん、長さもいろいろですね、色もさまざまな色が登場しています。はい、ありがとうございます。こちらの台の上には2オクター部分25本のドレミパイプが並んでいます。そのパイプを使って演奏する曲はモーツァルト作曲のトルコ行進曲。もしかしたら皆さんの中で続いての曲聞いたよっていう方がいらっしゃるかもしれません。この25本のドレミパイプ、最後はどんなことが起こっているのかが見どころとなっていますので、ちょっとねリズムカルのね、あの曲なので手拍子したくなるかもしれませんが、ちょっとこらえていただいて台の上の25本のドレミパイプに注目をしてお聴きください。それではモーツァルト作曲のトルコ行進曲。
盛大な拍手ありがとうございます。今日一番かもしれませんね。これからもっとたくさんの拍手いただけるように頑張りたいなと思いますが、25本のドレミパイプきれいにお片付けすることができました。先ほどのトルコ行進曲で2017年に世界の果てまでイッテ Q に出演をして、芸人さん4名に指導させていただきました。その時のテレビ見ましたよという方いらっしゃいますか？何人かいらっしゃいますね。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいですね。私たち の, あのトルコ行進曲、またまた YouTube でも見ることができますので、ぜひ帰ったらですね、PPP 打楽器って検索すると最初に出てくるかなと思いますので、ぜひご視聴ください。さて、続いての曲もドレミパイプを使います。モンティ作曲のチャールダーシュ、この曲はバイオリンの独奏曲となっています。最初は緩やかなテンポから始まります。後半に向けてどん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 スピードアップします。ドレミパイプの超絶技巧をお楽しみください。本日の公演は偉大なる指揮者をお招きしての公演となっております。盛大な盛大な拍手でお迎えしましょう。
はい、ありがとうございます。チャールダー氏でした。偉大なる指揮者が登場してましたね。お気づきの通り、本日のスペシャルゲスト、フルエンプティプチさんです。このお二人は2011年の私たち PPP のワンマンライブでもゲスト出演をさせていただきまして、それ以来のコラボ演奏となっております。本日はいろんなところで二人が出てきますのでお楽しみください。改めましてご登場願いましょうかね。フルエンプティプチさんです。おとぼけこたくんとほんわかおっとちゃんのお二人です。はい、続いての曲もね、お二人にご参加いただこうかと思います。はい、よろしくお願いいたします。そして続いての曲はお二人だけではありません、皆さんの出番です。楽器の持参をですね、案内があったかと思いますが、持ってきたよという方ぜひ楽器を見せてください。ちょっと高く出してみて、見せてくださいますか。あ、少し音が鳴ってますね。シャカシャカ、シェーカーのようなね、持ってるのかな。ちょっと音を出してください。シャカシャカ系のシェーカー、バラカス。ありがとうございます。鈴の音も聞こえますか。鈴のお持ちの方、鳴らしてみてください。ありがとうございます。カスタネットとか木魚とかそういったカチカチするような音はあります。あ、おお、たくさんいますね。まさか太鼓を持ってきてくださってる方はいませんかね。いる？あ、あら、え？何？マット？応援の？あ、ちょっと音出してみて。いい音してるね。ぜひ、じゃあ皆さんが持ってきてる楽器、ぜひ続いての曲で、使っていただこうかなと思います。続いての曲、アフリカです。私たちも普段は PPP で使ってない楽器を今日は持ってきました。コタさんからいきましょうかね。こちら、アルパカの爪です、ね、乾いたいい音がします。そしてマッキーはアフリカンベル、ナルちゃんはおしゃべりする太鼓、トーキングドラム鼓のように叩いてました、はい、あっちゃんはカシシ、スーさんは大きな太鼓ですね、ジュンジュン、おっとちゃんは楽器かな、お茶碗ですよい子のみんなは真似しないようにしてください。そしてリーダーはですね、はい、お願いします。アフリカの楽器ジャンベを使います。続いての曲、皆さんにも登場願いたいんですが、趣旨、皆さん自由に叩いていただいても構いません。途中で私このように叩いてくださいという案内を出しますので、その時はですね、どうぞ真似してついてきてほしいなと思います。最後まで、ついてこれますでしょうか。よろしくお願いいたします。それでは行ってまいりましょう。アフリカ、We'll be right back.
ありがとうございます。素晴らしい演奏で、ね、皆さん、やってくださってありがとうございました。みんなでツアーに回りたいぐらいですぜひね、ツアーに行けるようになりましたらみんな、行きましょう。それではアフリカお届けしました。いろんな打楽器を使って演奏してますが、続いての曲、楽器を一つも使わずに体だけを使って一曲お届けします。ボディーパーカッション。
ありがとうございます、皆さん自分たちに大きな拍手アフリカに続けてボディパーカッションお手伝いいただきました。さあスーさんが最後に何かの歌を手拍子でやってましたね。お気づきになりました、ね、うんうんって分かったよね。ハトポップをやってましたね。なかなか皆さんで歌いましょうということがねできない時代になってしまったので手拍子で歌を表せたら楽しいかなということでやらせていただきました。さあたくさんの学校公演を行っている私たちですが続いての曲は小学生に大人気のナンバーをお届けいたします。何校か学校にいた時に今年は運動会ができなかったんだという学校もたくさんありました。なので私たちの運動会とても喜んでいただけました。運動会で流れるようなクラシックの名曲たくさんメドレーにしております。もちろん演奏だけではなく競技も一緒に行いたいなと思います。皆さんが知っている競技ちょっと変わった形で登場しますのでぜひ想像力を膨らませて楽しんで聴いてください。 PPP 対フルエンプティプチさんの対決となります。 PPP はこのように紅白帽子赤組担当でございます。私の帽子もマッキーちゃんいただけますでしょうか。ください。ちっちゃ、ちょっとちっちゃくないですかマッキーちゃん。大丈夫？入るの？私こんなに頭ちっちゃくないんだけど、ちょっとかぶってみます。あら、バッチリでございましたあ、拍手いただきなんでありがとうございますちょっとね、小さな帽子をかぶって気合を入れてお届けします。さあ、優勝するのはどっちでしょう。元気よくいきます。運動会メドレー。先生、僕たち、私たちはミュージシャンシップにのっとり、この演目表に書かれた競技を行いながら演奏をし続けることを誓います、誓います、誓います。PPP 大運動会メドレー。
運動会メドレーでした。皆さんあっという間に時間が来てしまいました。今日は楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。私たちも皆さんと過ごした時間、とても楽しい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。また笑顔でお会いできる日を楽しみにしています。それでは最後のナンバー、元気があったら手拍子で参加の方よろしくお願いいたします。愛がトリズム。Thank you.
これをもちまして第48回トヨタロビーコンサート in 清居ホール特別編を終了させていただきます。皆様最後までご鑑賞いただきましてありがとうございました。